はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずこっちの、ソフィアの港に上陸できるんですけれども、その前に下のね、ドラゴンゾンビ、こいつにちょっかいを出してみましょう。あんまり戦力差があるようだったらちょっとロードしますけどとりあえず向かっていきましょう。戦ってみよう。魔獣討伐戦。おい、神官様、海の祠には寄らないって言ったじゃねえか。なんでちゃっかり寄ってんだよ。なんでって、何か役に立つものがあるかもしれないと思って。ああ、カムイはドラゴンゾンビが苦手だったわね。ごめんなさい、すっかり忘れていたわ。忘れてたって、勘弁してくれ。俺は船に戻るぜ。あ、でも…ひゃー、出たー。とりあえず戦闘か。相手85しかないよ一人で85ってこと？なんて恐ろしい化け物なの。でも今の私にはエンジェルの魔法があるわ。この魔法であなたの迷える魂を導いてあげる。特攻、魔物には聖なる力、飛行ユニットには強力な弓など、一部の武器や魔法には強力な効果を得る組み合わせが存在すると。準備は万全よ。ドラゴンゾンビ、聖なる指輪を持ってるね。ただここは補給地点だから、ちょっとこれを出して、やっぱりアーマーだな。俺に任せとけ。アーマーを前線に出して、あとはギリギリの位置で戦士系が待機すると。任せとけ。で、後ろから魔導士と弓が援護を仕掛ける。まあ、いつものパターンですね。私に任せてよ。そう、アーマーがもう少し前線に出ないと話にならないんで、一応一歩ずつ進めとくか。回復はなるべくできる位置に置いておきたいからな。で、こっちだけ入り込もう。これで来るかな。あ、来た。1 弱っ。クリティカル食らえ。毒か。でもそこは強いね。よしよしよし。スカルだけじゃどうにもならない。スピードが上がったな。あんまりもうここまで来るとスピードとか上がんなくてもいい気がするんだけどな。で、エンジェルでしょ、エンジェルてか普通に倒せんだけど。ヒット95、これ普通にいいんじゃないか。ちょっとこいつを近くに置いて確実にエンジェルで倒そう。別に死なないしね、こっちも。あれ、意外に弱くねしかもクリティカル一撃じゃないか。成仏させてやろう。リカバー。セリカマジ万能だな。何でもできるわこいつ。聖なる指輪、後でちょっと聖なる指輪の効果を見てみましょう。皆様がお守りくださったのね。あ、防衛行動しておけばよかった。まあいいか。聖牢の門番を達成。いやいやいや、めちゃ簡単だったんだけど。で、ここは入れんのかな。行ってみよう。探索開始か。ここが大変とか。え、すげえ、炎で明かりをつけている。潮の香りに満ちた冷たく湿っぽい洞窟。ドラゴンゾンビに守られていたせいで。大体この会話の途中に戦闘が始まるからな。ゾンビゾンビ。
ゾンビなので、まずは99部隊だな。いつでもどうぞ。こちらで攻撃を仕掛けよう。それよ。もうマジで上がりが悪いからな。今日はやたらついてるな。これでやたらついてるからな。あと私に任せてよ。届かない。届くか。ただレベルが上がるほどの経験値を得られるかどうか、倒せれば話は別だ。おやすみなさい。まあ2つしょうがない。おお、そうか、スナイパーになれるのか。おお、やるじゃん。あとは99体だっけ。こいつか。私調子いいんだ。イリュージョンってさ、重機種もさ、ちょっとやだな。遠くで召喚してみよう。すっげえ、あれすっげえいっぱい出てきたよ。経験値は手に入んないのか。邪魔くせえな、ただこれ。アタックが10、スピードは3、テクニックは1、ディフェンス5、魔法防御的なのは0。めっちゃ弱え。準備は万全よ。そんなやつらいらん。エンジェルで仕留める。私に力を。これだけ。ミラ様のおかげだわ。で、メイちゃんで攻撃を仕掛けると。こんなところで負けないもん。やったね、大勝利。で、メイちゃんも99。まあ、ここはもう少し魔物がいそうだから。会話が再開された。サンゴのかけら。戦敵ショー。あ、強そう。ゲー、いっぱい出てきた。ちょっと待って、これは強そうだぞ。スケルトン。俺に任せとけ。アーマーを壁にするでしょ。ここサンゴなんだ。サンゴを陣取るか。準備は万全よ。絶好調。右と左で分けよう。いつでもどうぞ。私に任せてよ。うん、任せとけ。よし、サンゴを陣取ればなんとかなるはずだ。めっちゃ攻撃しにくそう。確かに。身の程を知れ。やばいやばいやばい、危ねえ。俺には止まらないで。おっと、危ねえな。防御力硬いな。ディフェンス8か。まだまだ甘いね。とりあえず削りだな。あんまり火力が出ない感じがするんだよな、ここら辺のキャラクター。11あるのか。でもセリカとか15あるからな。そう考えると強いよな。とりあえず弓へ。削れるのを削ろう。硬い硬い。こういうのは魔法がいいのかな、やっぱり。まあただセーバーで倒せそうだから。よし、レベルアップ。いいね。ま、俺に任せとけって。ファイヤー12。全然ダメだ。これで倒せない。倒せないか。スケルトンちょっと厄介だな。
13当たればなんとかなる。当たらなかった。こいつ動きめちゃ遅いね。スピード2しかないんだ。よし、レベルアップ。なんだか動きがよく見えるんだよね。エンジェルをぶちかますか。確実に倒す。強い。強さも必要だわ。セリカほんと強えわこれ。次も頼むぜ。ディフェンス1だからな、こいつ本当に危険だな。あ、来た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 。本当に食らわないことを前提にして運用しないと。後々悲惨なことになりそうだからな。ボーイちゃんもなんかな、禁止しそうな勢いがあるんだよな。いけるよ。離れて攻撃をしよう。俺も死にたくないんでね。まあ死んでほしくはないな、貴重な戦力だから一応。で離れてリザイアを唱えよう。やっぱりねちょっと命中率がね低いね。9レベルの8レベル、まあ、アーマーだけどね、3レベル。これ上位の職の方が経験値入らないとかあんのかな。バルボ3レベルだけどね。いつもこうだと助かるんだけどな。カーモイが99になったな。もう少し漁るか。サンゴが怒ったんだか怒ってないんだかいまいちわからん。これは何？別になんてことはないか。今なんか怒った？かじったパン。サンゴが落ちたね。ここ一周できそう？こっちも行けそうだね。ただ、あ、行けた行けた行けた。ん？ちょっと待って、あ、そっかそっかそっか、こういうの枯れるんだ、草とか。意外にめんどくさい。落ちてきた金。使い道がわからん金。こんなに金って怒ってるもんか。祭りの後とかってね結構お金怒ってるんですよね。なんかの動画で話した気がするけど、子供の頃はね祭りの次の日早起きしてお金をね拾いに行ったことありますね。500円とかねたまに怒ってるんですよ。小学生とかの時の500円ってめちゃでかいじゃないですか。結構怒ってんねお金。一気になんか金が溜まってるぞ。だからもうほんとめんどくさいな狩るのが。でここもまだちょっと枯れるところがあるんで、よし奥に行きましょうと思ったらまだ落ち着いていこう。一個ずつゆっくり切り取っていく。これって復活するんだっけ。そういえばある程度は外出たりすると金稼ぎとかさ、これで金稼ぎできるんない。サンゴのかけらって何。まあいいや、後で見てみよう。あ、そうだそうだそうだ、聖なる指輪、聖なる指輪を見るんだった。多分アクセサリーだな。癒しの力を持つ指輪、いいね癒しか。
多分ヒットポイント回復する的なあれかな。メイちゃんにつけよう。魔法で結構体力減るからね。よし、奥に行きましょう。ミラの心臓が、あ、何この衰弱した男って。ああ、人が来た、助かった。何か食べ物を分けてくれないかな。あ、いいよ、あげるあげる。食べ物、パンとかでよくね。パンとかあったっけ。かじったパンとかしかない。どうしようかな。魚とかソーセージとかね、ちょっともったいねえな。クッキーはクッキー超回復する、ダメ。酒あげよっか。生命の木の実貯めると生命力が増すという、こんなんあげらんねえよ。魚でどうだ。いや、そんなのじゃなくてさ、もっとこうガツンとくる肉っぽいものない。ふざけんな。食べ物をもらう分際で好き嫌い言ってんじゃねえよ。肉、干し肉か。じゃあソフィアの港ではちょっと名の知れた漁師でね、10日ほど前に嵐で避難してこの島に流れ着いた。ドラゴンゾンビに追いかけられて、祠に逃げ込んだと。食料も底をついてこのざまさ。これだけしかないけどお礼で受け取ってくれ。お、すっげえ金になった、やった。そういえば知ってるかい、この祠は昔この辺りを守った伝説の神官様の墓らしいよ。愛用していた剣とともに手厚く葬られた。あー、剣ね。奥の井戸の辺りでどこからか風が吹き込んでくるのを感じた。あー、なるほど。漁師は去ってった。レイやボーイは旅に出られたことを喜んでいるみたいだけど、私はちょっと怖いんです。お外を冒険するよりも家の中で本を読んだり、あとお話を作ったりする方が好きなんだもの。でも仲間外れはもっと嫌だし、セリカ様、私のこと置いていかないでくださいね。なるべく死なせたくないものだ。よう、神官様、今日も俺なんか金がもらえる仕事しかしたくねえってのに、あんた誰に頼まれたわけでもねえのにミラの神殿に行こうってんだろ。よくわかんねえけど神官ってのは大変なんだな。神様ってのはそんなに大事なもんなのかね。草が落ちてるからとりあえず草を拾おう。マナの草、わりかし1個くらい落ちてるよね。これ何、なんか光ってる、記憶のかけら、何これ。ミラの歯車を通じて内容を知ることができるみたいな。まあ、ちょっと後で見るか。とりあえずミラの像があるんで、クラスチェンジをしよう。レオ。スナイパーにしちゃおう、もう。攻撃力が上がるのと、ヒットポイントがだいぶ上がるね。移動力も1上がるのか。クラスチェンジはできるときにしてっちゃおう。どう？新しい私も美しいでしょ？弓射程2。よし。で、また奥に行くとあれかな？水が湧き出てるかな。お決まりのパターンだね。この壁とか壊せそうだね、そうすると。技か、なるほどね。ヒットポイントか、重要だね。カムイとか意外にヒットポイント少ないんだな。ジェニーもな。いやでもな、どうしようかな。技、弓兵に
技をちょっと上げたいけどね。カムイも低いっちゃ低いのか。ボーイとかねめっちゃ低いけど、魔導士だからな、いるのかっていうのがそもそもあるよね。とりあえずセリカには絶対1個振ろう。あとはどうだろうな、なんか最終的に使わなくなるとかなったらすげえショックだからな。主人公系にとりあえず振っとくのが、まあ、まず間違いはないんだけどね、ちょっともう目先の旅のことしか考えられないんで、弓兵やっぱり上がるといいよね。で、まあ、カムイもちょっと低いから底上げしておくか。よし、ここで行こう。くらくらくらめちゃ暗いよ。おった、金が落っこってきたすげえ41円になってる。その41円がすごいのかすごくないのかわかんないけどさ、お金を使うところが今のところ長いからね、金持ちなのかまだ貧乏人なのかっていうのがわからん。なんかまた、え、ちょっと待って、敵がいる。わりかし出てきたな。さてどうする。俺に任せとけ。壁役でちょっとこいつはここにいよう。俺には止まらないで。準備は万全よ。もうセリカは黒魔法エンジェルでぶっ倒す。確実に一人ホームで。ミラ様のおかげだわ。あとはなんか99のやつとかいたよね。カムイか。調子いいぜ。で離れよう、離れられるところまでちょっと離れよう。私調子いい。うん、任せとけ。いつでもどうぞ。これでも攻撃されんな。よしよしよし、普通にやはり弱い者いじめをしてくるか。完璧。びっくりさせないでよ。いい感じに減らしてるな。誰かでとどめを刺したいな。もっと全力でいくぞ。かな、どうなんだろうな。セーバー、あ、ただこっちそもそも防御率高いからね。それを考えると、ま、火力は出てんのか。カムイちゃんで攻撃をしよう。トークができるな。よしよしよし。お前らがノルマなんじゃねえの。話すだけ話しとくか。おう、レオじゃねえか。なんだカムイか、つまんないの。おいおい、そう邪険にするなよ。俺だってそう捨てたもんじゃないだろ。何あんた、私が好きなの。なんでいきなりそうなるんだよ。いい男だろっつってんの。あんたが、ないない、兄貴の足元にも及ばないわよ。そこがよくわからねえんだよな。あとは倒せるやつ、ジェニー倒したいね、このゾンビを。もう一回、よーし。あ、でこいつ14か。14はね、ボーイじゃ多分無理なんだよな。無理だね。
セーバー、セーバーも傭兵からあげたいな。剣士とかだったっけ。次終了後の経験値がどれだけ入るか。私ってば完璧よね。どこにいるセーバー。ああ62か。まだもうちょっとかかるな。とりあえず何にもないかな。また奥へ行くか。あれ戻ってきちゃったよ。間違えた。樽が復活してんね。敵も復活してっかな。復活してそう。またセーバーを前に出してこの二人でなんとかするか。上はもう来るのを待とう。俺に任せとけ。私に任せてよ。わりかし進んでくるからな。負けるわけにはいかない。攻撃力自体はね、敵も全然強くないから大丈夫だとは思うんだけど。スケルトンは確実に仕留めておきたいな。やっぱりエンジェル。いい仕事するな。こいつ大いで倒せるか。いつでもどうぞ。当たれば倒せる。一発かわされたけど。弓かわされた。勝ったいマジで。スケルトン、こいつをどうするかがちょっと面倒だよな。ゾンビ系は普通に何も考えずに行って大丈夫だけど、やはりメイちゃんを投入するか。強すぎる。で、これもスケルトンか。わりかし厄介だな。この2人で行って倒せるか。そもそも戦技これ使おう。攻撃9。なんとも言えん強さだな。おお、しっかりと狙ってくるね。あんまりほったらかしにすると本当危険だな。ちょっと棒入れ倒したいね。こんなもんか。さあ上がってくれよ。オーケーオーケーオーケー。いいねいいね。やたらついてるな。ラックが結構上がってるね。いつもこうだと助かるんだけどな。バルボが99か。でこれであれなんだ、向きを見失ったんだ。すげえ、金が湧いて出てきた。あれ、金が湧いて出てきたけど特に何もねえぞこれ。あ、こっち側か。こういう草も買っていかないとダメなの。
かいきなり敵が。え、何こいつ、ちょやばくねえか。え、これやばくないか。仕方しよう。待って、動き出した、動き出したぞ。反応した。あ、来てる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 。ちょっと待って、これは本当にまずい。ガーゴイル強そう。うわー、スピード9か。これはマジで壁を作ろう。うん、絶好調。準備は万全よ。うん、任せとけ。調子いいぜ。私調子いいんだ。私に任せてよ。これで一応後ろのメンツは食らわないかな。よしよしよし、まあ、スケルトンも大丈夫でしょう。両弾ガーゴイルが攻撃してくることはないかな、婦人的に。あ、攻撃してきた。おお、1か。やばいやばいやばい、大丈夫か。5、それなりに食らうね。ただ回復するな。よしよしよし。リザイアで全然ダメだ、倒せん。まずはガーゴイルを始末しよう。なんかやられた時の鳴き声がなんかかわいそうだ。で弓で狙う。弓で狙っても倒せはしないと思ったけど、クリティカル。ごめんなさいね。とりあえずなんとかはなったか。あとはザホッパーを倒していこう。一発でも当たれば倒せる。家元のもんだ。覚悟はいいか。よし、あとは殲滅戦だな。もう防衛で倒せるかな。俺も死にたくないんでね。で、これはもうエンジェルで確実に行こう。16。あんまり減らないね。硬いわ。よし、レベルアップ。スピードか。剣士、よし、剣士になろう。で、ちょいとカムイレベル上げたいね。また5レベルか。どうや、雇ってくれりゃ何でもやるさ。みんな均等に倒したな。ガーゴイルってもう一匹いなかったっけ。あ、近くにいたから増援で出たのか。そういうことか。両方倒したのか。そうするとで、ここがいけそうだな。おお、また井戸がある。これは1個だけか。
経験の水？何経験って？経験値が増えるってこと？経験値？え？どういうことよ？ちょっと待って。セーバー。おー。あ、なるほどなるほど。レベルが上がるんだね。セーバークラスチェンジさせるからな。ちょっともったいなかったかな。そうすると、そうするとだよ。じゃあこいつらに経験値与えるかって言われると、セリカ78、あ、でもレベル1上がるのか。あ、そうだねそうだね。 OKOKOK。 あー、さすがにそんな何回もは使えないよね。じゃあ逆側はこれ破壊しておこう。お、固いパン。絶対腐ってる。こんなさ、ジメジメしたところにさ、パンなんてあったらさ、腹壊すに決まってんだろ、本当に。あ、魔法防御か。これマジでね、なんとかしたいんだよね。どうする？でも今更さ、これあげんのもな。セリカにもう使ってセリカを特攻させる力を持たせよう。金が50円を突破した。あと正面なんかあるかな。わりかし長いね。あ、宝箱宝箱、取ろう取ろう。聖なる剣。すげえのを手に入れたぞ。ちょっと見てみよう。大麻の力を持つ剣。これ絶対こっちの方がいいじゃん。でもセリカはね、わりかし魔法を使うからね。聖なる剣って誰でも使えるのかな。例えばセーバー、聖なる剣にしよう。鋼の剣がプラス4で、スピードが1下がると。鋼の剣って今どこにある？ちょっと待って、道具の性能の見方がわからん。ちょ、一回預けよう。それで見よう。4かこれ鋼の剣の方がいいわ。タイマーの力があるから、カムイかな。そうするとで、セリカは鉄の剣にしよう。まあこんなものかな。そうするとで、ここはこれで終わりかな。じゃあちょっとサクサクサクっと戻りますか。まあ、戻るのは最短ルートで戻れば大丈夫か。これ怖そう。特に何もない。いや、なんだかんだで結構長かったね、ここ。ミラの心臓でクラスチェンジ。セーバーから剣士と。7レベルでクラスチェンジできるね、剣士系は。へいへい、やってやるかね。 OK。 で、あとはもう外に出ちゃって大丈夫でしょ。敵は復活してんのかな。もうこういうの刈り取るのめんどくさいからな。いるね、復活してるね。逃げよう。おお、見つかった。
というところで、じゃあドラゴンゾンビも倒して、アイテムとかの補充もして、レベルも上がったので、次回はじゃあソフィア大陸の方に、上陸していきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。